はい、というわけでね、ちょっと今日本当真面目な動画撮りたいと思ってて、まあちょっと僕の友人というかね、先輩というか、本当に年上で尊敬もしてるね、まあ秋吉さんという方ちょっと今日呼んでね、ちょっと一緒に動画撮ってるんですけど、ちょっと本当にこれ縁切った方がいいのかなと思うぐらいちょっとムカつく出来事がちょっとあったんですよ。ちょっと言わせてもらっていいですか？突然、はい、ちょっとまずですね、僕入院してたじゃないですか。で、まあ心配して LINE くれたのはいいんですけど、僕言いましたよね、ラーメン食べたいと。はい、どういう仕打ちしました、あなた。ラーメンを食べに行く動画を編集してお送りしました。誰がラーメンの動画を欲しがると思います？入院中で食べたいって言ってるのに。なんかね、イメージが湧いたら退院した後の楽しみが増えるのかなと思って。お腹空いてしょうがなかったですね。で、しかもその動画ちょっとバズってますよね。はい、1万回ぐらいもありました。いや、マジで出汁に使われただけじゃないですか、僕。で、もう一個あるんですよ。はい、その仕打ちだけじゃね、終わらず、はい、なんかあなた、はい、僕にですね、エロ本買ってきたじゃないですか。はい、エロ本買ってきましたよね。買ってきました。僕ですね、はい、まだ紙のエロ本でも、はい、いける純粋な人っていうふうに自分で思ってたんですよ。はい、で、そのエロ本見て、はい、ちょっと一仕事しようかなと思ったんですけど、はい、ビクともしなかったんですよ。それ僕の責任。いや、これ純粋な僕の気持ちを再確認させたというか、もうそれじゃ機能しないよっていうのを入院中の僕にわざわざ教えに来たわけですよね。はい、しかもそのエロ本買いに行く動画バズってましたよね。はい、4000回ぐらいバズってました。いや、完全にね、僕入院出汁に使われただけですよね、これ。で、最後ちょっともう一個いいですか？はい、で、それだけ僕にしてきたから、まあ、ちょっとね、僕も読んでちょっとしっかり僕の思いを伝えようと思って、うん、今日空いてますかって連絡したら、なんて言いました？痛風です。はい、バカじゃないですか。なんなんすか、もう今日ようやく会えたから、ちょっとこうやってね、もう動画ちょっと撮ろうと思ってやってるんですけど、もうこっちはもう秋吉さんに対してもイライラして、もういつね、LINE で一言ね、もう僕に連絡取らないでくださいって送って、もうブロックしようかなとも思ったんですけど、まあ最後ね、こうやってもしっかり話してちょっと判断した方がいいかなと思って、まあ今日こういう場をちょっと用意させてもらったんですけど、どう思ってます、その自分がやった悪行に対して、どう思ってるんですか？いや、良かれと思ってやったんです。いや、でもみんな言うんですよ、ストーカーだって言いますよ、良かれと思ってやったと。良かれと思ったら何してもいいんですか？いや、愛かなと思って、ね、いや、もう愛なんてですね、もう全然愛じゃないっすよ。ラーメンの動画送ってきて、僕の純粋な気持ちがね、もう純粋じゃないっていうことを再確認させられて、言いたいことがあるから会おうって言っても痛風って言って断られ、もうね、秋吉さん、はい、みんなのこれ見てるんで、何人か見るんで、この動画、はい、ちゃんとみんなの前できちんと僕に謝罪してください。この度は良かれと思って、やった私の行いが、純粋な陽介くんを傷つけたということで、本当に反省しております。ごめんなさい。絶対反省しないでしょ。